ベッキーさん、こんばんは。イーガールズです。私どうも私たちのニューシングル、はい、1,2,3 がリリースされました。イエーイ。かわいい。すごいね。今回のこの1,2,3はですね、とても春らしいキラキラとした楽曲になっていまして、はい、もう恋に対する女の子のリアルな思いがぎっしり詰まってるんです、なのでですね、ぜひ歌詞の方にもチェックしていただきたいですし、あとは一緒に歌って踊りたいというコンセプトもありますので、よろしくお願いします。お、なんかコンペが出てる。ピース綾部さんから質問です。はい、ベッキーさんが好きになる男性の条件は何だと思いますか？新曲の1,2,3にかけて3箇条で答えて。好きになる条件、ベッキーさんはすごい個性的な、そうだね、あのしてるので、個性的でカラフルなファッションした男性。あの人、あの人スパッと履く人誰だったっけ？あの誰だった？下田海人さんみたいな。でもベッキーさんはすごいもう常になんか周りにいる皆さんをハッピーにしてるそのイメージがあるので、好きになる人もハッピーオーラが出てる人、満載な人。ドリームはあの顔です。顔は大事。顔は大事。特に多分ベッキーさんの場合、こう二重とくっきりしてる顔の方が好きなんじゃないかなと。それが3箇条目ですかね。当たってるのと当たってないのがね。実際細かく言ったらどういうになるの、自分の。まあハッピーオーラっていうのは。ハッピーオーラってね。あとポジティブ。ポジティブ。なんだけど自分に自信がない人が好き。あ、もうなるほどね。今のところ4人とも全部当てはまってますよ。嘘つけよお前。お前もうポジティブの、ポジティブとハッピーオーラでしょ。ないじゃん。全くないじゃん。ありますよ、ハッピーオーラ。ハッピーなことしてみてじゃん。ハッピーなこと。夢を諦めないで。ハッピーだ。ハッピーですよ。ハッピーだな。聞いてもらいましょう。イーガルズで1,2,3です。どうぞ。君と